はい、どうも皆さんこんにちは。前回の続きで川崎万博2023のね、まあこのマルシェの会場で腹ごしらえもしたので続きをね歩いていきたいと思います。じゃあ行ってきますよ。まだまだお客さんは増え続けていますね。結構ね、思ったよりは人気あるんですね。全然知りませんでした。すごいですよね。右に流れている川が中元寺川ですね。この中元寺川をずっと南に下っている感じですね。この辺りはもうね、ずっとのどかな風景が続きますね。ずっと歩いて農産物の直売所があるんですよ。それがね、出会いっていう名前かな。アルファベットの DE に漢字の I で出会い、ね、今そこをね頑張って目指しているところです。よし、もうちょっとでね着きますね。川崎町農産物直売所出会いね、ようやく着くことができました。まあ結構遠かったですね。じゃあね、中に入っていきたいと思います。こちらが入り口なので、ちゃんとねこっから入りますよ。
さて、次のエリアに出発したいと思います。またね、こっからがね、結構長かったような気がします。確かね。でもね、頑張ります。こちらも中元寺川ですね。子供さんとか喜びましたよ。でも、ちょっと勢いでいやー、だんだん暑くなってきましたね。背中もうびちょびちょです。はい、田川郡川崎町を抜けて添田町に突入しました。このメロディー、なんか切ないっていうか寂しくなりますよね。そしてこの辺からちょっとした峠みたいになってますね。ここでね、皆さん結構疲れたんじゃないでしょうかね。僕は割とこういった峠の登りが得意なので、ガン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 進んでいきます。もうこの辺は下りなので結構楽ですね。はい、日田彦山線の、ね、踏切を渡りました。これをね、左に線路沿いにずっと行けば西添田駅があるんですけど、まあ、そっち側には行かず踏切を越えてずっと進んでいきます。綿米工場をね、目指しています。彦山川を渡りましたね。そしたら添田町の市街地に出ますね。生まれて初めて添田町のこの市街地を歩いてますね。なんか新鮮でいいですね。あ、これが添田町なんだっていう気持ちになってます。もう綿米工場に行った人たちが折り返して
添田駅を目指していますね。この時間帯にね、添田駅を目指しているっていうことは、多分パン博でね、あんまりうろうろしたりしなかったんでしょうね。よっしゃ、やりました。福太郎の添田町綿米工場に到着することができました。じゃあ中の方をね、見たいですね。楽しみです。こちらの右手は撮影不可って書かれていたので、ちょっとぼかしにしましたね。本当はじっくり見たかったんですけども、ちょっと慌ててそそくさと出て行ってしまいました。ではゴールのね、添田駅を目指したいと思います。うわー、このカラス天狗みたいなやつめっちゃ懐かしいですね。去年やったかな。この JR 添田駅の横の広場から、シャトルバスに乗って彦山にね行ったんですよね。それを今思い出しました。懐かしいですね。はい、そしてついにゴールすることができました。イエーイ、嬉しいですね、やっぱりね。そして今シーズン初のね、デジタルスタンプもちゃんとゲットしました。こっちは JR の方ですね。これ JR の方ですね。50人です。ゆっくり時間ありますので。いつもあの YouTube を拝見しておりますので。あ、ありがとうございます。はい、今日も今も撮ってます。いい形で。いつも上の方から撮られたんですね。あ、そうですね。それもありますね、この棒で。あ、そうですね。とこの GoPro の2台で。はい。いやー、ちょっとびっくりしたんですけど、やっぱりね、こういう風に言ってくれると嬉しいですね。本当感謝しかないです。ありがとうございました。では添田駅に行ってね、切符を買って帰りたいと思います。そうそう、この BRT もね、運行が始まったんですよね。よかったですよね。どうなんすかね、わかんない。マジで。はい、添田駅から田川ご当地駅を目指して
乗り換えて小倉駅まで帰りたいと思います。久しぶりのね JR ウォーキングをね満喫することができました。ではご視聴ありがとうございました。